はようございます。はい、今日は平日、間違えた、土曜日なので8時半からで、9時頃からちょっとね、人がたくさん来てくださってからやろうと思います、ナングラを。もう今日は6月ということで、はい、ね、朝のね、朝ツイートしてもらったツイートのやつ、皆さん見てくれましたか？そう、そのね、昔って言っても、ちょっと前にやってた、エネルポテトのね、芸人っていう番組でミルキーさんが言ってはったやつです。はい、でね、で去年はそのまだ個人のツイッター X かを開設してなかったので、ね、研究生のアカウントの方に載ってます、去年のやつ。時が変わって6月4日よ、そう、もうね、雨もね、最近めっちゃ増えてきてますもん。もうさ、いつやったっけ、そのこの前もさ、めっちゃ豪雨やってさ、もうびちょびちょ、傘さしてもさ、びちょびちょなったからさ、ほんまに皆さん、そう、1年前まだ解説してなかった。結構まださ、なんかそんな、もっとさ、なんかもっと前にさ、個人 X 解説した気分やったけどさ、結構まだ言うて1年も経ってないねんな。結構時経つの早い。爆豪、それは、それ爆豪ね、うん、豪雨です。雨ね、そう、ちょっと湿気もね、やばくてちょっと暑い、なんか冷たいけど暑い。昨日は梅雨じゃなくて台風、あ、そう、昨日はナンバルちゃん、もうね、帰りはね、雨降ってなかった。ナンバレちゃん帰りは雨降ってなかったですね。爆豪雨です。もうめちゃくちゃ雨、それ。行きは、降ってたんやけど、その劇場に行くまでの行き道は降ってたんやけど、確か、あれ降ってたっけ、多分降ってたんやけど、帰りはね、止んでくれてたので嬉しかったですね、普通に。これからもさ、なんか6月入ったからさ、もっと増えそう、雨の日が。前歯がまんますぎても、そう、もうまんまやけどね。X 見てきた、アメちゃんがボケてました
それは毎年ねやります。今年は2年目毎年やって、雲がたくさん降ってくる天気は全国の爆豪牛が喜べます。ちょっと痛そう当たったら。昨日の公園入ってました、めちゃめちゃ嬉しかった。わーすごい、ありがとうございます。みゆきさん本人も3年2回ぐらいやってくれてたんや、やってくれてるんやすごい嬉しい。おそろいやろかTikTok 楽しかった。そう、ね、前々から踊ろうと思ってて、ほんでちょっと可愛くした日が昨日やったんで、昨日踊りました、撮りました。私もタケノコ派なんで、もう撮らないとって思って、なんか撮りたいじゃなくて撮らないとっていう使命を感じたので、握手会練習ですね。めっちゃ早いんだけども、時立つの早すぎ。来週で、ほんでまた6月の中旬、あれは22日はどっちなんやろ中旬ではないか。まあ6月の終わり頃からまたオンライン話し会があって、ほんで8月に東京、横浜です何やばい、東京としか握手会で何話すか全然考えてない何話そうかね、みんなで。シャメ会ポーズ迷い中、シャメ会やか。まあフルスイングはやりたいやろ。ほんでまああとは今まで撮ったのは写真っぽい、なんかピースとかハートとかのポーズとか、あとはね、まあそのアニメ知ってる方なら、あゆみが好きなヒロアカとかのねアニメのポーズ、ワンピースとかもね知ってはいるので、そのポーズとかをやったりしてますに毎年月が出る6月を聞かなきゃ夏が始まらなくなりそうあ、私が夏の始まりをツイートしポストします。トガちゃんで特徴のあるポーズ、トガで特徴のあるポーズ、トガトガは毎回違いポーズしてるからな、まあそこが可愛いんやけど、しかも大体グッズにされるの飛んでるやろシャメ会でブレブレなっちゃう。とはナイフを持ってるからね、ちょっとむずいな。動画の特徴ポーズ、これが7日の I love you ポーズ、これ確かにね、まあこれが愛なのかのねイベントでもありますからね。てかさ、カラーの星久しぶりに見たんけど、これって復活したのか。
ナイフは危ない、ふナイフやんな多分この星。しょうなんよな。報告しちゃう。そうなんよ。久しぶりにさ、このさ、昨日動画見て抽選した星がもらえる。抽選か。なんかめっちゃ久しぶりにこのさ、カラーの星見たなと思って。に始めまして、できるまでまだ2ヶ月もある。案外な、2ヶ月、今日から2ヶ月、6ヶ月、8月ですか。東京か、東京の横浜の握手会ですかね。2ヶ月もあっという間に過ぎちゃうかもね。でもさ、楽しみがあったらさ、なんか長く感じるよね。の楽しみがあったら1週間でさえもさ長く感じる。もらえるのいいね、外れても。私はしゃみかい、私も悩んでる。つなげて振り付けになる気。面白そう。確かに。そう、アイナのかったらもう最初これやって、最後これやって、そっちやってやってやって、もうあの一星の腕でポーズ揃うかもしたいよね。はいチーズで同じポーズするかみたいな。なんかお題を決めておいて。小さいけど数が変わるぐらいでだいたい星もらえるよ。へー、すごい。I love you 両手作ってる頭。確かに片手ですね。1週間後のシャメ会が楽しみ。シャメ会と大阪の握手会。今日は気を紛らわすために広島のアイドルライブをよかってる。あらららら、あらららら。よし、インターネットを消してみました。ループってさ、今までさ回ってるだけのこと言ってるんかと思ってたけど、ほんまにループしてんねんな。もうあやみ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 って。握手会楽しみに仕事頑張るっていいよね。ね、ねえ、なんかな。ぜひ楽しみ、あゆも楽しみよ。ちょっといいチョイスだ。でもね、ここがほんまにひどい時は Wi-Fi マジでつながりにくて、にくくて、日本語間違えた。そう。あのね、その Wi-Fi マークあるやんか。 Wi-Fi 繋がってる時って携帯に Wi-Fi マーク出るやんか。ここをね、一番遠いんですよ、あの家の中では。だからそのたまにね、もうここ1しかない時あって、 Wi-Fi あはーってなる。なんでこんな繋がってないの。メンバーの名前を一文字で表現して全文字とかしてる人。いやー、なるほどね、つなげてってなる。あー、なるほどね、すごい。ロシアニアメブロ見たら、ミヤさあ、ミヤヤは今が毎日ブログをね、いっぱい更新してるので見てください。痛い。レンジは、レンジは使ってないです。画面時々溜まってる私だけ。いや、多分ね、みんなですね。
これ多分ママが怒ってる時こうループしてた時もおもろかったんや。さっきはちょっと進んだりループでした。あらら、固まった。3回、同じとこ3回ぐらい再放送されて、あループ。1はね、びっくりしたよ。そう、でもな、注意機ってなんかあれ、あれに置くやつをつけるほどの距離ではないんですよ。そう、それを置くほどではなくて、でもつながりにくい時があって、しゃべり声早くて間に合うか不安。早起き頑張ってください。あゆも頑張る。あゆも頑張る。無制限、そう無制限やねんけど、その無制限はインターネットにつながってない方がギガやから、そのインターネットにつながったらもうインターネット頼りになっちゃうから、そうだから逆に電波が悪い時はインターネットを切って、そのギガの無制限の方に頼った方がいい。無制限やからどんだけやっても大丈夫やし。ナンバルちゃんお疲れさん。やっぱり曲対義語、楽曲対義語クイズ好きや。またやってない。ありがとうございます。やった。そうね、じゃあのレインやと、前回もレインやとね、ナンバルちゃんをさせていただいて、その時にやったやつで、まあ、今回またレインやと再会したということで第2弾をやろうということで、 Wi-Fi スポットの位置を変更すればいい。いい、めんどくさくないそれ。あやみって感じでメンバーと体で、なるほどね。あやみがえっつってわいっつって AMI ってことか。え、確かにアルファベットでやらんとむずいね。ツイッターやりだしたらブログ書かなくな、ね、なくんなななな な, な, なるメンバーおい、いやさ、ブログはねちょっと一やって、なんかさ、そのさ宣伝系を長く書けたりするじゃないですか。ブログって文字制限がないからいっぱい書けるから、おはよう、おはようございます、こんにちは。距離ってか壁の量、なるほどね。だからこう行くってことね。めちゃくちゃ壁多いわここ、やばい。うん、やばい。1、2、3、4、3か、3挟んでる壁。ルーターの向き変えると改善するかもしれんけど、固定やと、固定やと難しいな。あるほどね。なんかいろいろさめんどくさそう。固定なんだか、豪邸じゃないってば。だからこの前マンションってことも言っちゃったし、ショールームで。まあタワマンかもしれへんもんな。うん、そう、タワマンの6階に住みたい。第2弾も面白かった、面白かった。でもな、そう第1弾やった時にあのいっぱい考えたんですよ。でもそこで面白いのをねちょっといっぱい使えちゃったから、まあまんまやんってやつばっかだったんですけど、ちょっと楽しんでいただけて嬉しかったですね。前歯も前歯マジまんますぎた、まんますぎ。あやみ、そのさあやみアルファベットで書いてさびっくりマークつけたらさ、あやみいいに見えた一瞬。どっちも愛に住んで見えるから、愛に住んでない。
昨日公園、あ、行ってくれたね、来てくれたね、ありがとうございます。大学クイズ意外におもろい、マジでやったね。昨日南原ちゃん緊張してた。でも南原ちゃんはでも久しぶりやったからな、ちょっとは緊張してたけど、まあ休憩、相方休憩やったし、そうね、先月もねやらせていただいたから、今から嵐山行くから何のフォルフォレストとか見てな、なや欲しいなっつってる。嵐山いな行きたい。一緒に壁あるブローナはやばい、怒られる、さすがに怒られる。そのあ、なんていうんだろう、まあその何、なんかさ、その こっち側、あゆみの部屋側って部屋が集まってる方やねんやんか。のさ、まあマンションってさ、大体この形やんか、まあ、ちょっと家か、家大体こういう感じやんか。ほんでまあ廊下があって、なんかあゆみの部屋がある方がちょっと壁が多い方の方やから、多い方の方だから、だからさん壁突破電波さん。いやそれさ結構さあってさ、ここまでつなげてくれるのさ、ギガ無制限は通信量に制限がないだけ、速度制限はされません。まあいいでしょう、使えるなら遅くても大丈夫。ワンフロア丸々切るが先はさすがにヤバすぎね。螺旋階段ってどっち、螺旋階段、あれそのあやみ、あれあやみ、あのさ、あれ、 あれがないタイプの階段のお家に住みたいねんな。あのこう階段ってさ、こうやんか、のここ側がないやつもこうなってるやつ椅子みたい。あ、憧れる。螺旋階段雲、え、ちょっと回ってる、あれあれ、うん。自分の家の Wi-Fi メッシュにして2台つないでやっと安定したよ。広いのかなお家。アベノハルカスって住めるの上の方。夜景が綺麗の田んぼに住みたい、でも住みたいもん。でもさ、上すぎるとさ、そのなんかエレベーター止まった時にさ、あの絶望を感じるからさ、あの階段でギリ行き来できるけど高めの場所がいい。前は最初の値段みたいだ。そう、最初はねちょっと分かりやすい方がいいかってなって、一番最初は前歯にしました。 前歯と奥歯やからさ、なんか どっちがどっちやったっけってなった。ちょっとあれどっちが本物やったっけってたまになった。じゃあ奥歯やってなる。家にご飯があるぐらい広い家やと思った。うん、そんな家に住みたいですよね。めちゃキリッとしたイケメンの顔してるね。やった六本木ヒルズに住んでたら大阪通ってんの偉すぎ。でもそんぐらいさ、なんか、うん、そんぐらいさ、大きいさ、お家に住みたい。なんか、ほぼ豪邸やん、みたいな。あるやん、たまに。
そういうとこいいよね。うなかせといえば大学クイズ定番にしよう、しよう。結構さ、なんかさ2回連続しゃべれんやとやっててさ、おもろすぎね、マジ。1回目、初めてのなんばらちゃんはあみあやでやったんですよ。でどっちも確か初めて、あみあやでやった時はあみもあみもなんばらちゃんが初めてで、2回目レイニャとやって、3回目もレイニャとやった。そして戻りに変な空間があるようですね。そう、ちょっとな、あやみも分からへんねんけど、ちょっとあるとこに不思議な家、あの間取り、不思議なちょっと部屋があって、変な入り方のとこはないねんけど、空白がね、空洞があるんですよ、謎の。なぜでしょうかね。着物フォレスト、あ、着物フォレ、あ、だから欲しいだったんか。あ、着物のとこね、めっちゃ綺麗やった、あそこ。出かける、またね、いってらっしゃい、楽しんでください。今日は女の子らしい声聞く。マジで？日によって声違うタイプなんや、あやみって。若干鼻声やから。螺旋階段もくるくる。これか。螺旋階段な。ああ、あれか、だから、あの雪の女王が出てくるやつの映画の、プリンセスが手すりをシューって下がってるやつ。絶対伝わらん言い方しちゃったの今。でもあのホグワーツにも螺旋階段らしきものがあるよ。階段がないタイプの、だって階段使わないんだもん。階段使うほどの広さじゃないんだもん。なんかさ、なんかどんなんやろな、なんかドアが前面で、ドアってなんていうの、お家を建てるなら一軒家がいいね、まず。で入ったら広めの玄関。広めの玄関がいい。広めの玄関は便利だよねって。階段の段の間から向こう側が見えるおしゃれな階段、多分そう。そう、段と段の間がないやつ。遊びに行ってきます。はい、ハルカスの絵は基本会社の事務所、沢岡さんハルカスで買い出し出されたら倒れちゃう。確かにハルカス住んでたらあの時やばかった。もしハルカス住んでたらね、ニャマル会議の時やばかった。もうハルカスに住める住めないか。花美ちゃん将来一人暮らし希望。一人暮らしは憧れるけど、いざしたら大変そう。そう、なんかさ、そういう話もさ、昨日さ、リサさん、昨日じゃない、あの、リサさんと遊びに行った時に話しててんな。なんか一人暮らししたいけど、なんかその、ご飯とかのことをいろいろ話してた。問題はどっちが、あれはそう、1対1回の時にいっぱい考えてた、あやみのねやつで、どれを出すかはレイニャに考えてもらった。その
あやみが書いて、レンヤがそれを見てこれちょっと面白いなって思ってもらって思ったやつをレンヤ選んでもらった。あんまいつもより発想、あのね、前日まで喉を枯らしてしまって、前日じゃないわ、先日、あのね、ちょっと前まであの喉を枯らしてしまってて、そのおかげでちょっと雰囲気に似たそのおかげでね、ちょっと大理石の玄関とかいいな大理石の玄関にしよう、お風呂もしよう、お風呂も大理石いやでもタワマンとかでもいいね、マンションとかでもいい、一軒じゃなくてもいい。でも螺旋階段じゃないわ、何その筒抜け、筒抜けっての段のない、段と段の間がない階段つけたいから一軒家がいいよな。うん、でリビングも広めで、お風呂も広くて、洗面台も広くて、もう全部欲しい。家の壁が全部ガラス張りの車丸見え丸見え。あ、待って、9時になった。何ぐらいしようかな、四五分の庭でカラスが入らないように全面金網張って、猫ちゃんと日向ぼっこ、え、したい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 。でも逃げないようにちゃんとさ、柵もやらないといけない。あとはあのね、あの庭があって、ほんでベランダ、その庭までの行き道も全部ガラスのドア、もう全面ドアがいい。あみちゃん野球はマジでわからないですちょっとこのニヤマル会議使おう。だってニヤマル会議さ、もうすぐさ、ページが、あー使えない。ほら、ニヤマル会議さ、来月やって6月度やって7月度やって終わっちゃう、ページが。よいしょ。スノキの天井にファンが、え、待って、めっちゃいい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 、住みたい住みたい住みたい、はぁ、住みたいツリーハウスもいる、あ、ツリーハウスもいいわ。ガラス張りだと家の中がピカピカして、猫ちゃんほわちゃんほわちゃん、そうで、ちょっと日向が入るぐらいの、そう、めっちゃいい、広い、めっちゃ広い公園やね。そう、いいよね、夢があるね。もう何ぐらい好きな家描いたら構造とか書こうかな。でもそんな画力はないです仕事でタワマン行くけど校舎すぎて怖いし、レベーター時間の、おお、仕事でタワマン行くそう、だからもう校舎無理やから、あの行けるときは行けんねんけど、基本無理やから、なんかそのマンションとかが無理やねん。観覧車はいけんのにマンション無理やねん、なんで謎だから、あの だからその高すぎるとあやみも住まれへんから、あのタワマン住むならもう10階までに住む、10階より下。一応死ぬ窓に書いちゃいます。変な家か、変な家。え、そう、元々あやみわかやんさん書こうと思ってたんですけど、レオちゃんがあいかさん書いて、そう、でもあやみはあのもう猫も書きたいし、わかやんさんも書きたいし、家の間取りも書きたいのね。どうすればいいかなでも家の間取りはもう害を含む、そんな害力はありませんということで、猫と戯れてる若いやんさんを描きたいんですけど、どうすればよいですかね。
遠くはガラス張りで肉球を堪能したい。うわ待ってめっちゃいいあのもう誰人が乗っても割れないぐらいの強度なねガラスで作って、ほんでなんか壁にそうあのなんかそういう猫がね登る系のものを作って入る系とかのやつ、そういいなそれいいな。壁にさその猫のやつさつけんの憧れやねんな。一戸建て、あ、一階だけのやつ？佐岡さん書いておこうスカイプ。佐岡さんはあのねもうね佐岡さんがもう愛なのは当たり前じゃない、もう全部当たり前か。でも佐岡さんを書いたら顔がバレ、あもうバレてるからいいかな。いた、あやみのあやみの似顔絵で、あれこれこの顔に似てる、この人もしかして佐岡さんって思われるかもしれない。まだ佐岡さんの顔知らない人。上の階になればなるほど G が出ないってことは10階に住みましょう。嫌です、もう駆除は嫌です。まあでもさ猫飼ってからさ生きてる字を見なくなりました。すごい、人とって玄関開けたらすぐ車があって超便利。ああ確かにいいね。好きなもん詰め合わせ、もう全部書くか。じゃあ後でまず明日書きしようか。ちょっと待ってね、鉛筆待って、鉛筆とか久しぶりにやったかもしれん。懐かしい。シャープペンシルをちょっと学校のリュックの中から取ってきますね。はい、ただいまです。もうやばい、もうゴテゴテすぎる。クロミちゃんしかないや。はい、これはうちの筆箱のゆきみちゃん、まあ略してるけどゆきみ大福から取りました、白いからはい、シャープペンシル、クロミちゃん、クロミちゃん大好き。そしたらほい、まずは猫、ごまめ、麦をまず大きく描きます。そしたらその下にちっちゃい、ちょっと太ってるちょっとでかいのがごまで、ちょっとちっちゃいのが豆です。はい、そして次何描こう、お菓子も描きたいよな。お菓子はちょっと一番上に行きます、ごめんなさいね。あのクロミちゃんも描きたいけど、ちょっと調査権的には大丈夫なのかな。ゆきみちゃんから出てくる、クロミちゃんゆきみちゃんのお腹から出てきます、クロミちゃん。かける3、嘘、かける4いっぱい、まずね、はい、もう消しゴムでしょ、シャープペンシルでしょ、修正テープでしょ、でシャープペンシルちょっと奥におるけど、もう一本クロミちゃんおるんですよ。痛い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 。はい、このかける4ですね、ゆきみインクロミかける4。ここにはちょっとおしゃれに KA って書いてるよね、絹笠あやみです。絹笠あやみ、思ったら何がいいかな。遅刻した、あー
鉛筆。マジであの広島は無関係なんですよ。だからただ単に名字が一緒なだけで、親戚でも何でもないし、家族でもないし、血もつながってないし、あのただの名字が同じの方です。だから同じクラスに、私は田中っていう名字です。同じクラスに田中くんがいます。これです。私は絹笠です。同じ国に絹笠がいます。これです。つまりこれです。こういう関係です。家族ではありません。親戚でも何でも多分ね。もしかしたらどっかのせあの大の隠し子のどっかの方かもしれないけど、いや多分つながってないです。好きな家に住んでわかんない。待って、むずいな、書くの。かもいないの、かもいないの、高層階って好き。ちょっと猫ちゃん端っこ、いや、その好きなものいっぱい詰め込みたいから、まずわかんないさんの写真が欲しいから、ちょっとグッズ撮ってきます。あ、でもこれまだ髪長いな。だって髪が短い子のグッズはちょっと、あれがあるね、あのレガッタの衣装のやつ、これだ。かわいい、うん、かわいい、ラブだろ。あ、クリームパン書いたらわかるから。めっちゃ進んでておもろい。キノガサとか言ってイガサ、あー確かに、キノガサ、そのキノガサの感じのさ人は世界、日本に結構おるから、その中やったらイガサはいるかもね。キノガサさんは京都出身なの、初めて知った。鉄人キノガスのお孫さんだという嘘に騙されている人がいます。ちゃんとネタバラシしてくれましたか。でも確かにあの普通にそう遠い親戚説も全然あるのよ。わからんで、ね、わからんで、ね、ほんまにわからんで、ね、うん、そうほんまにわからんけど、遠い親戚かもしれんけど全然違うし、多分全然違うし、蚊は高いとこを食べないから、あ、なるほど、高くに住む。ひろがささんは京都の人だったからワンチャン、そう全然京都なんや、全然知らない。広島やったらちょっと希望薄れたけど、希望薄れたけど、何この可愛いお顔、好き。ちょっとこれを書きますね。 This is this love? 椅子がいる椅子、座る椅子、 this love? ひかなさん可愛かった。あの時の髪型どんな、ハーフアップ、可愛いね、何しても。なんでなんですか、なんでこんな可愛いんですか、という不思議な思いでございます。マジックで描くってことを考えて、細かく描きすぎないようにしないといけない、はい、これ大事です。皆さんテストに出ます。前髪もと下書きなんで
そそろあの悩みの凄いさは見逃してくださいと。お耳、お耳ハーフアップだからここは、よし、人間となればみんな死ぬまあそれはそう、そうだから親戚ですね。ごまちゃんはうちの猫ちゃんと毛の色が同じだからつながってるかも。つながってるなら豆ちゃんともつながってる。そう、あ、うごまちゃんとつながってたらまめちゃんともつながってるし、まめちゃんとつながってたらごまちゃんともつながってます。で、そでます。そうで、この若いさんめちゃくちゃ可愛かった。もう若いさん可愛すぎるんだけど、なんでですか。ちくささん、あのみくらさんさ、もう前髪少ないもん、可愛い。はぁかりんさんも安定にかっこ可愛い。わ、そう、メガナさんってさ、いつも前髪おままやったやんか。それも可愛いねんけどさ、そう、ちょっと薄いのもめっちゃ可愛かった。昨日ね、それ録画したのをやっと見れた、やっと見れたんですよ。もう騒いでましたよ。完全にオタクでした。可愛いですな。人類みな、あやみってかわいい名前だね。ママママママとパパ、ママとパパ。え、私はもうあやみちゃんだし、あやみのパパ。いや、それぐらいの年齢です。もう人間にすると、赤が出てる。それはほんまに、もうさ、あの昨日、いや昨日の方がやばかった。昨日はもう配信してないし、家族の前やったからマジで一番高いと再現する。にゃっにゃってなってた。とりあえず声がワン何トーンか高くなる、そしてあの語彙力がなくなる。これがあのオタク戻りしましたね。もうとりあえず書きます。おめめ、おめめを可愛く描きます。まつげ、可愛い。あ、クジョバイはくしゃみしそう。ジヒは何ぐらいでケイトさん、そう書いてた、つむしタイム。おめめをつぶやいてる、つむじ。いやでもこれむずいな、わかりやんさん。
ニコってした時に唇の横に線がある。かわいい。待って、顔が若宮さんじゃない。なんで？あそのリアルに描こうとしてちょっと若山さんじゃなくなっちゃった現象が起きてるから、今からちょっとちゃんと待って、持つよ、あ天才かもしれん。このスケッチブックのここに引っ掛けます。はい、そしたら両手で描ける。天才今こう今ねこんな感じになってますちょっと分かりにくいかな。しかも今日は時間かかるぞ。違う、左右対称じゃない。ね、もう左目描くのむずすぎる。右目か、じゃあ左、あやめから見て左目で高さ合わせたいからここでしょ、でここでしょ、でちょっとこういう感じで垂れてて下からで急カーブ。なんかめちゃくちゃ垂れ目になってない？アイラインでアイラインでごまかす。右は描けてんけどな、やっぱ左目を描くのがむずい。はい、そしてまつげまつげまつげ。若やんさんなのかこれは。目がむずいな。ここが結構上のまぶたが結構上がってる。まぶたっていうのっていうのか分からんけど、よし、なんか若宮さんじゃないよ。ちゃんと袋つけといた若宮さんになるかな。あ、どこが若宮さんじゃないんやろ。めめかな、やっぱ鼻がちょっと欠けてないから。どう、若宮さんじゃないな。でもこれ薄っ。なんか若宮さんじゃない。猫アーティストの木田さんには人間も描きますよ。イエス、ちゃんと人間も描きますよ。なんかどこかが若宮さんじゃないねんな。書いてないから首をまず書いてないですえ、苦いと、そうリアルに書こうとしたらむずいよな。で、絵はまあ得意と、携帯でさ若山さん見たいけどさ、そう携帯使ってるからさ、そうこれあれ髪の毛ですあのこの若山さんハーフツインしてるので髪の毛です。リアルに描く方がいいじゃないですか。ママ的にはあのあやみはリアルの絵を描いてるのが好きらしいんですけど、最近描いてなかったから全然下手になってる。
そのね、その髪の毛まではうまくいってたんですよ。何が違う？一旦顔消します。ごめんね、クニャンさん、バイバイ。しかもなんか輪郭切れてるし、なんでや。よいしょ。可愛く描く。一旦アニメ顔で描いてみる。で、わかりやすは若干この写真では。サイハブもちゃんとね、はっきりしてはるのね。ちょっとさ、見にくいなこれ。ちょっと顔はでかい生写真持ってきます。でかくはない、生写真持ってきます。髪型がね、これのちょっと若干長いので。危ねえ、鏡危ない。これです、わかりました。かわいい、この時も好き。釣り目でもない。で、若干これはどちらかといえば三角かな。向きの問題。まあいいや。目はリアルに描くとして、ちょっと上のね、膨らみが大きいですね。若山さんかわいいです。で、下も若干ぷくっとしてる。で、涙袋もでかい。二重幅ははっきりしてる。はっきりしてて、なんかめっちゃ釣り目に見える。これスタイハははっきりしてる。あ、こんな感じか。お目目いいかもしれない。人物描くね、あいまさリアルに描くの苦手になってた。
コメントが進んでる。クヤンさん、猫ちゃん顔、猫ちゃん顔かわいい、猫ちゃん顔。台風ちょうど大阪のリアル握手会来日が厳しそう。かなちーたんすぎ、それはさすがにかなちーたんすぎないですか。あ、一番上もできた。ちょっと一旦書きますね。ここが中心やとして、ここに目、鼻じゃない、目の先が来て、よし、えいえい、誰かが泣いてる。おおおおおおお、ええー、あ、ちょっと真ん中に鼻の端っこがした。集中しすぎて静かになっちゃう。ちょっと口開けた方が可愛いかな、わかりやすいかな、笑顔って。でも謎に若やんさんじゃないねんな、これなん、何や、悩みや鏡やから持ってきたら悩みが映ってた。上の膨らみはあるけどカクカクってなってないな。集中しすぎて全然喋ってない絵を描くのやばい。うわ、ちょっと時間がかかりそう。今どんな感じ、今はちょっとまだ終戦前やけど、あれどこ、あ、これ、痛い痛い痛い、こんな感じ。今お目目が変わった、リアルには描いてんけど、あ、まあちょっと目はちょっとだけ近づいた、さっきよりかはまだ似てる ただむずいな、口が、あ、口が難しい。こんな顔丸くないな、もうちょっと、ちょっと顎が、顎っていうの、そのここら辺がフェイスラインかがシュッとしてはるから、そんな変わってない。もうちょっとこんな感じか、ちょっとシュッとなった。ほんほん、なんかあるかな。
顎のライン、そう顎のラインがもうちょっとシュッてしてる。レイポン、でもさ、アカヤンさんとレイポン似てるくない？目がめっちゃ似てる。やればが、あのレイポンが何多い、多いじゃない、やれば多いの怖い、わかりやすい。アカヤンさん剣士かね、ん、やれば剣士、目はだいぶ似てんけど、むずいな。レイポの絵はずれずれ、もうかわいいかわいい、もうちょっとシュッとしてるかな。いや若干丸みを、丸を感じる、丸を感じる。どうかしら。ちょっと顎を、顎っていうかここをシュッてさせてみた。はい、わかりやすい、似てる。じゃあもうこれにしよう。で髪型が、この髪型が、あ、若干編み込んでんのか、若干編み込んでるけど、ちょっと編み込み描くのはさすがにむずい。で若宮さんの周りにうちのごまめたちを描こう、麦とごまめを。そしたらあやみの好きなものを描いてく。でもこれさちょっと伸びてる、このあのレガレガって違う、カタルシス、違う、待って曲も出てごめん。冬将軍のリグレ、リグレットお花難しいな。あとはオムライス好きやから、オムライスも買いとこ。白黒でも分かるイラストを描かないと。一押しがたくさんも一押しじゃない、もう全部一押しやから、一じゃないけど、まあ全部押し。でも多分アニメとかけ、クロミちゃんとかトガちゃんとかは書けへんからどうしようかな。食べ物はオムライス書いた
あとは何があるかな。アイス、アイス。アイス。ちょっと溶かしとこう、アイスって分かるように。あ、ソフトクリームにした方がいいな。消しゴム。あとはパスタ書きたいけどむずいな。ちょっと麺をいっぱい書いとこう。パスタむずい。パスタでどうやって書く？適当に麺書いとけばいい？むずすぎ？パスタは。あ、パスタの絵文字を。よいしょ。あ、ちょっとソースを書くか。ソース、お皿にソースを書いて。なんで、なんか。ほんでこうすればいいのか。お、パスタできた。あとはパン。フォークでもそのフォークで持ち上げてるのを書く。パンはクロワッサンが好きやからクロワッサンを書く。クロワッサン。ほんでキュウキ、キュウキはキュウキといえば何や。だるまか、だるまかこう。だるまなのか、キュウキは。ポンプちゃん、ポンプちゃん、ポンプちゃん。でまず青原姉妹ね。まず青原姉妹。ゆかたんはワンちゃんにしとこう。
待ってむずい。むずいむずい。待ってむずいむずい。むずいぞ。キウキむずいぞ。あ、だるまたくさんありがとうございます。キウキをどう表現するか。文字っていいんやったっけ？文字。文字が OK なら網は合格。謎にスクショしちゃった。ちょ、前に伸びてる。もう切れないのつらい。こっち側じゃない、見ますな、こっち。文字って大きいやったっけ。あ、すっきりいつものやつ。他に何がありますか。さあ、好きなものが多すぎてさ、逆にさ、こういう好きなものの時さ思いつかへんねんな。あ、イスディスラブ書きましょう、書きましょう。いった指が壁に当たっちゃった。もうね、カニさんとキウキは書いたのよ。Is this love? え、リス合ってる？あ、だ、合ってるな。合ってる合ってる。マミー？マミーはちょっとこれでね、ママの顔が特定されたら大変なので、あのママといえばのイラストを書いておきます。ママはこんなイメージだよねっていう。なんか保育園の先生みたいにちょっとママを描いたつもりなのに。ママ、マミー特定班。その前、お母さんといえばみたいなイラストか。食べ物は、デザートは、デザートアミアゼリーが好きだけど、ゼリーは色つかけないからプリンと間違われちゃうから、クリームソーダが好きです私は。なのでクリームソーダをかきます。シュワシュワ氷があって、私はストローが刺さってある。はい、OK。
場の入り口ね。あーあ。でも。もう。よし、いっぱいかけた。これにします。ちょっと待ってね、後でにする。まずはThis Love まずはカニアさんをなぞります。よいしょ、えいえい。どうした感じで、こっちもよし。で、お耳。これは太いペンで書いたらお目目はちょっとすごいことになるそうなので、細いペンも使いましょう。はい、眉毛で、少し口を開けてて、お口、ほくろもジュッて描きます。 OK。 続いては猫ちゃん。ちょっとゴマ目の判断をつけるためにまつげを描いて。はい。ゴマちゃんはまつげを描きました。女の子なんでね。で、豆ちゃんはそのままそっちの方がね、ちょっとどっちがどっちか分かりやすいので、ちょっとこれをもうちょっとでかく描こう。
クロワッサン。結構出来上がってきました。パスタ、じゃあちょっとここのママをでかく描きます。やっぱこの髪型やめよう。オッケー、ママは描けた。ちょっと NNB48 もなぞらないと。この音苦手な方ごめんなさい。ちょっと待ってね。来たかな。ちょっと明日
下書きを消し消しします。消し消し。あ、消し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 。私の一押しタッチやけどね本当はい、書きましたね。まず1個目、ママここからママです。笹岡さんですね。やけどちょっとママといえばのイラストを描きました。お母さんといえばこれ、そしてこっちがこれがゴマですね。そしてムキでかいほんでママ、間違えた、豆ほんでワカニョンさん、そしてカニとキュウキ。これは特定される？嘘やん、これで特定されんの？そしてオムライスね、ママのテンプレイラスト。そう、ちょっとさ、お母さんといえばなんかこんなエプロンしてる感じやんかほんで、パスタ、ちょっとパスタ難しかったから許して、下手いけど。オムライスと NNB48 はちょっとイラストがね、そう、白黒なんで、あのNNB のロゴで書いたらちょっと分かりにくいので、下に表を書きました。 NNB48 って書いて、これ4次元ポケットな違うよこれは黒、目はね縫いつぶしたらちょっと怖くなっちゃうのでちょっとやってたんですけど、ちょっとハイライトつけて塗るか。かわいいじゃん、これができました。あ、待って、ソフトクリーム、はい、ソフトクリーム、アイス好きなの。これかわいくない？これめっちゃかわいくない？カニさんと吸気性、はい、
出来上がり。そう、これは似顔絵ですね。似顔絵と好きなものたち。ワッフルコーンですね。そこワッフルコーンです。そのここが好き、ここも好きなんですよ私。ピオエプロン、ピオエプロン、ピオエプロン完成。クロワッサンうまい。やった、クロワッサン上手よね。上手よねって自分から言うことじゃない。左上、こっちかな。これはママです。ママじゃないけどママです。右下？これ？これ？こっちか。右？こっちか。パスタ。これパスタです。持ち上げてるからちょっとこれのおかげで。ちょっとだけ分かりやすくなってました。クヤンさん喜んでくれる？やった。ホットドッグ？どれ？これ？ホットドッグ？あ、これか。これはパスタです。これお皿で、ちょっと下のこれがパスタ麺、これがソースで、これがパスタ完成。できました。ホットドッグに見えたの。器用な、器用はママが描くと思う。ママが描く。トマトつけ麺。あ、これね。ちゃんとポイントがあるんですよ。もうお口をよくご覧ください。お口をじーっとご覧ください。そう、ほくろ、ほくろちゃんと描きましたよ。場所覚えてるので唇消えてるんじゃない、ほくろがあるの。若宮さんにはここにほくろがあるの。あ、今こことこことことことここあゆみちゃんもあります。あゆみちゃんはね5個あります。そう、あのね、丸タイプのほくろが5個あって、わっかにゃんさんはちょっとシュッて立ってせんっぽくなってるのが、唇のほくろの数負けないってたけど、そんな、そう、あめ5個あるねん。やばくない？唇、まずここに新芽にあります。下ほくろにここ新芽でしょ。あ、下やったっけ、上やったっけ。あ、下ですね、新芽で、ここ上にもあるんですよ。ここも新芽ね。でここはまあ普通に見てたら分かりやすいんですけど、とはね、最近ね、ここもできたんですよ。分かりにくいか、まだちょっと薄いから分かりにくいけど、下のど真ん中にもできました。多いです、ほくろ5人、ごめん公園できちゃう。そう、前まで4つやってんけど増えたん。ん？待って、6個かもしらん。待って、6個ある。
え、おもろ。ここにもできた。ここにもあって、今ここがめっちゃ薄いねんな。ここが普通に点ってある。あーはー、6個ある。そう、ここは分かりやすいね。ここも見えるし、ここが一番分かりやすい。数えるからが口元の袋一生食べることに苦労しました。そう、聞いたことある。嬉しい。6個も袋あるから食べ物に困らない。袋ってそんなに簡単？うん、結構簡単に増えるよ。袋って何？紫外線を受けたら普通に増えるからさ、唇ってさ多分受けやすいんかな。数えたら増えるも効く。北斗のくせ。ここはもうめっちゃ濃くなってきた。アミが食べきれないも私が食べて食べてください。いや、ちょっとね、何グラム終わった、何グラム、1時間もやってたんや。ちょっと真剣すぎた、絵を描くのに。マカニャンさんをね、可愛く描きたかったから。よし、オッケー。では終わりたいと思います。わかにゃんに送ってあげて、送ってあげる。でもわかにゃんさん いっぱい書いちゃってるから。はい、ではありがとうございました。ここだ。よし、来た。行きまーす。13位、まさみさん、ありがとうございます。12位、はねうまさん、ありがとうございます。11位、ピーマルさん、ありがとうございます。10位、なるさん、ありがとうございます。9位、きびだんごさん、ありがとうございます。8位、たかまささん、ありがとうございます。7位、りょうさん、ありがとうございます。6位、のはらしのすけのすけさん、ありがとうございます。5位、佐藤くんさん、ありがとうございます。4位、おで、間違えました、ブロスさん、ありがとうございます。3位、おでん屋さん、ありがとうございます。2位、なつきちゃん、ありがとうございます。そして1位はまさのうさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、待って、もう6月やって、怖っ、早っ。あれ、ペンどこやった。よいしょ、あ、もうここも一旦全部消しちゃおう。5月じゃないからね。6月1日土曜日8時半からでしたね。で、まあさんさん、猫描いて飛んでるやつか。
し、あ、待って、これがいる。はい、書けました。スキル変わって6月よ。ちょっと雨、雨書いとこ。傘か。はい、じゃん。はい、今日の1位はまさのさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひあのね、スクショしてください。はい、ではありがとうございました。明日も8時半からかな。8時半からです。では明日もよろしくお願いします。はい、もう今日、今月も6月ということで早すぎ。では今月もよろしくお願いします。では明日は8時半からです。はい、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。また何グラツイートします。